こんばんは。最近めっきり更新しなくなった投資家リバティです。一応生きてますし投資もしていますけど、とある事情がありものすごい損してます。なので頭を冷やすために相場から離れた生活してますけど、生きてます。てんてけてん。さて、最近のサラリーマン諸君の話題といえば冬のボーナスでしょうか。私は数ヶ月前に転職した身なので数紙でした。やっぱり転職組は貯金のハードルが上がりますね。てんてけてん。それでは今期の企業の冬のボーナス事情を見てみましょう。およそ2割の企業が昨年対比で増加したとのことです。今年はインフレにより物価が上がり、金の価値は下がっています。金の価値が下がると会社としてボーナスの支給額を上げることは正常です。企業によっては昨今の物価高に対するインフレ手当なるものも支給されてたりするようです。あなたの会社はこのような待遇はされてますか？私の会社は零細企業なので現状維持といった感じの待遇です。ちなみにボーナスの支給がない企業も昨年から増えています。こういう格差が広がりそうな統計を見ると終わっとるなと思っちゃいますよね。じゃあ頑張って勝ち組になればいいじゃんとか、そういう問題ではないような、格差は根深い難しい問題ですね。てんてけてん。最近の私は投資系 YouTube を全く見なくなりました。なので今金利がどうなってるとか、日経平均がどうなってるのかとか全然把握してません。自分の収支も見なくなりました。その代わりビジネスや社会系の YouTube を見るようになりました。それ系で面白いのは主にテレ東関連の動画になります。やっぱり素人がだこうだという動画よりも指揮者の考え方とかはレベルが高いので聞き応えがあります。ひろゆきなんかは私は特に興味を持ってませんでしたが、政治家や指揮者との対談とか見てると見たことないようなアプローチをしてたりして、そりゃ売れるわなと認識を改めました。集まれ金融の森とリハックというテレ東の動画はどれも面白いので、金融リテラシーを高めたい人は見た方がいいと思います。てんてけてん。年末は何かと慌ただしくなりますが、皆様もお体に気をつけて来年も良い年にしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。